ヨルムンガンドの幹部。転換じゃなくて正面突破するの？やっぱりあなたは記録した人生を自分の力にできないようですね。あなたはただそれを保管して再現してるだけです。保管ね。結局断りの術者コアの構造は分散的。そうしたくはないけれど、与えたものを取り戻すことは私たちにとっては馴染みのある行為でしょ。おかしい。今彼女は思想を奪ってなかったのに。彼女は30万の偽物の思想でコアの上限を欺いたんですか？そうね。確かにこの戦いで、あなたは私の隙を見つけ出した。でも、簡単に挽回できるような隙なら、反撃の鍵にしかならないわ。結局この戦いの鍵は、ミステルとブローニャにあるの。成婚計画の前では断りの律者の歴史と栄誉なんて話す価値もない。それとこれとは別です。最高の証拠はあなた自身なんです。もちろん私は私自身の限界を理解してるけど、今までの断りの律者たちも同じでしょ。どうやらその子にも限界が来たようね。あなたが持つ他のものと同じように。重装詐欺。その子のことは見逃しましょう。私はあなたの過去を知っている。その子の意味も分かってる。私が求めてるのは勝利だけ。あなたを傷つけるつもりはないの。あなたも全てをかける必要はないわ。現実をよく見なさい。これが無国の輪廻よ。そうですね。現実をよく見てください、ミステル。
すみません。明日へと向かうためにブローニャはあなたが残した過去を覆しました。ですが断りの律者としてブローニャは後悔していません。結局人類の真理は必ず変わる。これこそが人類の唯一不変の真理ですから。さようなら。